まず台本読ませていただいて、すごい長いんですよ。読むのに結構丸1日ぐらいかかるような、本当にだいぶ分量があって、でも読んだ時すごく面白かったんですよね。っていうのも、まずカスパー・ハウザーっていう人間と、有名な写真というか絵があるじゃないですか。あれが一致してなくて、カスパーハウザーなんか聞いたことあるなと思ってて調べたら、あ、この人だっていう、もう都市伝説的なもので多分知ってる人間だと思うんですけど、まあ、通説的には暗殺されたっていうことだったんですけど、今回の脚本はちょっとそこは脚色されていて、まあ何より印象深かったのが、やっぱ言葉の認識の深さと、まあ、それを反芻して、その言語からその事象を捉えていくっていうのは僕はすごく大事だと思うんですよね。そこが一番興味深くてやってみたいなと思いましたね。